リーかというとね、コロンビアのメレジンにいます。メレジンの、シトリコというと旧市街レシ地区いるんだけど、パルケベリオということで、地下鉄の、メトロの駅のところなんだけど、出たとの人々がいます。ちょっときな臭い人々も結構いますけどね。なんかスリとかひったくり、もしくはちょっと外れたとかの強盗も発生してるので、十分皆さん注意した方がいいかなって感じはするんだけど、こんな感じで混沌とした感じです。250万人の、都市ですので、大都市です。だから名古屋よりちょっと大きいぐらいですね。なのでそう考えると、ボゴタが800万人、2番目がバスもいろんなバス、日野のねバス、あのカラフルなあの色とりどりのバスって結構日野のバスがだったりするんだけどね。まあこんな感じですということで、これがパロケということで、ベリオということで、ベリオ公園ね。した感じですね。ちょっと危なそうなやつもいますけど、いわゆる、このだけ人がいる中で強盗、銃とかね、もしくはあのナイフを突きつけての強盗とかいないかもしれない。すりひったくりはかなりあり得るので十分気をつけなきゃいけないです。現地の人も前にバッグを掲げたりしてますで、あとボテロ、広場、あっちにちょっと行きたいんだけどね、ここかと思ったら、これはベリオプラザベリオということで、ベリオ公園ですね。あたしかなりそこのところでいろいろやって、あとくすみがきの職人とか、ちょっと不労者っぽい人とかね、あと行商人、あと通行人なんか見ますけど、お願いします。でそこのところ結構でかいビルが建ってます。結構活気があるね、混沌とした感じ。250万人の都市ですので、すごいです。でこっちがメトロの駅ということで、ね、ございます。ここのところそこに ATM あるけどね、 ATM もスキミングされるには皆さん気をつけてください。で上にあのメトロの乗り場になってね、チケット買って上から乗る感じです。ちょっと雰囲気が似た感じのような混沌とした雰囲気ですということで、なんか俺 BTS みたいですね。見てください、タイ好きな人皆さん多いと思うんだけど、すげえそっくりっすということで、まあこの下降りていくとこういう感じで、なんかどことなくアジア、東南アジアの混沌とした感じが漂ってる感じです。やっぱそこに、ね、露店も結構ありますからね。なんかどこか懐かしい感じですね、こういう感じ今見てますけどね。で、そこがボテロ広場って言います。アジアだからね、みたいだけどね。まあ、今までカジノがある国は南米の中で、中南米で、ね、全部訪れたんだけど、カジノ、行ってみてもいいんだけどね。こんな感じです。でもスロットしか置いてないんだよね、そこのカジノはね。でこっちが駅ということで、メトロの駅で、芸術家です、この国のね。で、その中でボテロの作品っていうのは、彫刻もやってるんだけど、いわゆる絵画もそうなので、太い、まあ、こんな感じでね、めちゃめちゃ太く、そこのとこ見てください。作品が全部太いんですよ。これが特徴的です。だからボゴタなんかでもボテロの博物館あったりさ、これはボテロの広場ということで、この広場に、こういうボテロの作品があるということで、ね、かなり人が多いです。ということで、こんな感じですけどね。人が多いです。まあ、スリひったくりは重要です。強盗、ここから数ブロック外れたところ、ここだけならまだいいんだけど、ここからちょっと歩いていくと数ブロック外れたり、強盗が多発して強盗被害になったり、まあ、そこに軍人がいますけど、あとは大道芸の芸人ですね、大道芸の人とか、あとは写真をね撮ろうとしてる人結構いますけどね。あとは博物館があるんで、そのボテロの作品が見るのであれば、ここからそこ入ってね行くといいかなって感じがします。
まあ、ボテロの作品っていうのはこれは太いです。何でも太くするっていうね、人間にしても生き物他の生物にしても例えば野菜とか果物にしてもそうですね。ということでこの広場多くの人がいるんだけど、やっぱりこのボテロの作品がこう展示されているということでこれを一緒に記念撮影するということです。で、まあ、怪しい人たちも結構いますからね、撮影する際はすりひったくりには気をつけていただいて、この周辺数ブロック行くと強盗、ね、拳銃とか、ナイフを使用した、強盗もね結構多発しているようなので気をつけないといけないです。で、こういうふうにね水とか飲み物を売ってる、人がいます。ボテロの作品いいですよ。三脚立ててもいいんだけど、三脚立てようと思ったらちょっと引っ掛けられるかなと思って、やめようかなと思ってます。すごいね、このボテロの作品ってなかなか面白いと思います。太い感じでね。で、これが建物ということで、なかなかいい感じで、そっちが博物館になってて、そこの博物館に行くとまたボテロの作品がいろいろと見れるということで、ここのボテロ広場とともに博物館を。ところの周辺はすごく賑やかです。混沌としてます。なんかそこがなんかもうタイのバンコクの BTS みたい。BTS の電車でそのサイアムにいるような感じの雰囲気ですわ。